先ほどぶりかな。ありがとうございます。こんばんは、お疲れ、こにゃんです。こんばんは、しょーい。こんばんは。さっきの人です。先ほどインスタライブさんを見に来てくださった方もありがとうございます。なんか ありがとうございます。こんばんは。名前違うんですね。あ、そうなんだ。え、そうなんですね。口の中痛いです。血の味がしています。そうですよ、多分まだあれですよね、傷が塞がってないのかな。ねえ、寒いですね今日も。でもさっきあの発声練習してて温まりました。ねえ、ルカさんびっくりですね。うーん、あ、オールナイトフジカさんも見てくださってありがとうございます。そう、昨日はオールナイトフジコさん出演させていただきました。はい、リアルタイムで見てくださった方もね、いてくださって本当に一緒にお話ありがとうございました。見つけてもらえたかな。最後だったのね、よりね、ちょっと眠たかったんじゃないかなと思うんですけど、嬉しいです。そこの髪留めはね、あのいただきました。いただきました。可愛いですよね。まあまあまあ、あ、先ぶりありがとうございます。雪降ってたんですか。まだまだ寒いんですね。うーん、ずらさないようにしてくださいね。あ、そこまでじゃないですね。全然熱出るほどではないんですけど、おばししたすぐは本当に痛すぎて、もう麻酔がなんか今回あんまり、そう、前回より効かなくて、なんか生え方がね、私横なんですよ。だからすごい奥まで、なんていうんですか、こう削って取ってもらえたので、かなり痛かったですね。今まあ、耐えれるぐらいの痛さなので、太田もなんとかできそうなんですが。はい、そう、だから今は本当にだいぶマシです。帰ってきた頃思えば寝落ちせずに、ありがとうございます、嬉しい。私今日、昨日もね、眠たかったんですけど、でなんかそう、結構あの寒くて、昨日も寒かったですよね。そうだから、そう、寒さで目が覚めて逆にいい気温でした。はい、髪飾り、そう、これいただいた、なんていうんですか、バレッタかな、そう、つけてます。見たいのは痛いです、痛いです、うん、痛いです。あ、ティーバさんで見ていただけたんですね。見逃し配信かな、ありがとうございます。わー、見つけてもらえたかな。だいぶ押してて、横にあんだよ。おー、本当ですか。嬉しい。ずっと横にあん推し設定でお願いします。こにゃん推しでお願いします。あ、そうです、昨日そう、ホテルに着いて、そう、朝早くのバスだったのね、名古屋での。そう、なんか朝、そう、始発とかでね帰ってきたので、なんか寝れな、なんか寝るにも寝れない時間帯で。そう、だからホテルでそのちょっとメイクもしてたっていうのもあって、 TikTok さんを撮ったのが今日アップさせていただいた動画です。はい、ぜひ見てください。いいねも待ってます。
五目ご飯ね、美味しいですね。私はもう歯抜いて痛すぎて、今日は柔らかいものばっか食べてます。豆腐とかあのヨーグルトとかでもお米も食べました。はい、でもやっぱ痛かったですね。名古屋も雪降ってましたか？わかんないです。わかんないや。そうなんだ。あ、インスタライブさんもありがとうございます。いや、私は歌出演、そう、歌唱出演のみだったのでね、大丈夫です、合ってます。眠い中ありがとうございます。あ、ジュニーちゃん、少年来てくださるんですか？席はね、いや、聞いてない気がします。はい、お、どこかな。晴れは、そう、晴れはですね、今髪の毛ちょっと隠してるんですけどあの、でもそれでもまあ、あの今のところは、まあ、ちょっと晴れてるかなぐらいです。夜勤中、あ、応援してます、ありがとうございます。解放してあげたいです。解放してください。はい、そう、あのミュージカルの歌の練習もしてるんですけど、ちょっと痛いので、ちょっと、そうなんですよ、ちょ練習にね、ちょっと集中してやってはいるんですけど、ちょっと痛い、もう痛いなっていう時も結構あるので、はい、解放していただきたいですね。皆さんとの思い出、でもその岐阜でのねお仕事はとか、特にその一緒にねやらせていただくことが多くて、うん、あとゼロポジさんとかよく見守ってていただいてたなって思いますね。あ、でもすごいあれかな、一番は初アンダー視点 K2 さんのアンダー視点させていただいた時にすごく、まあ、いい意味で怖かったんですよすごいあの振りの指摘とかいっぱい教えてくださって、まあ、その時は、当時は確かにちょっと、あ、怖いなって思ったんですけど今思えば本当にありがたいなって思いますね。そう、だから昨日は寝てないです。で、今日帰ってきてからお風呂入って寝たんですけど、痛くてあんまり寝れなくてはい、あ、でも2時間は寝ましたね。2時間半ぐらい寝たかな。痛くて起きました。でも思った以上に、で、結構痛みが続くのかなと思ったんですけど、その後いろいろ用事してご飯とか食べれた後は意外と痛みが和らいできたので、はい、良かったですね。この調子で治ってほしい。あー、オイシルズあるんですね。レントゲン見ると真横向いてる。そう、私もそっちのタイプだったんですよ。でもなんかオイシルズもね、なんか私もがずっとあって腫れてきてたので抜かしてもらったんですけどね、あの、なんだろう、大丈夫な方もいらっしゃるのかな、わかんないんですけど、なんか腫れてきちゃったりねする方もいるみたいなのでね、ちょっと気をつけてくださいね。はい、テキテキさんメロメロ、わあ、ありがとうギャン、嬉しい、見てくれて。新幹線で過ごさなくて、あの、あれです、そう、ソミュージカルの参考映像みたいないただいたりしてたので、それを見たりしてたらあっという間に着きましたはい、コメントも、あ、テクさんコメントも嬉しい、読みに行きます後で、ありがとうございます。わーい、あー、おかゆ最高ですね。おかゆじゃないと痛いですね。
ああ TikTok さん今日あげてたの、あれは今朝、あそうですね、今朝になりますね、朝の5時半とかに撮ってました。アイシャルズでもあとここの1本だけなんですよ。でこっちはまっすぐ下に生えて変な方向に生えてないので、はい、こんなにネイタイムも続かないと思うので嬉しいです。でこっちはもともとないらしいです、こっちの目は。3月22日スコア行くにゃんよ、おーありがとうございます。その頃にね、本当に親知らずの痛みが和らいで本調子でね、本当にできることを願っているんですが、タイミング本当になくて、もう今日も朝抜くしかなかったので、そうなんですよ。あ、抜いた歯は、あ、持って帰ってきてないです。すごい大きかったです、めっちゃびっくりしました大きくて。うん、飲み会もお疲れ様です。フォローもありがとうございます。あ、いずれにせんとさんも仕込んでくれてるんですね、当選で言ってますね、はーい。ん、私全く見えない。え、でもあんまり眠くなかったです、あの時は。そう、前髪ね、こちら辺が短いです、特にはい、でもオンマヨではないのでギリギリなんとかって感じですね。B 列上手の席ですか、通路横で、お、お前ら辺だ、すごい、了解です。上手ですね、お、アンコールでいっぱい見えるかな、わかりました、ありがとうございます。クープが可愛すぎ、本当ですか、嬉しいにゃんこです、見てくれて、うん、いやでも怒ってくれる先輩ってすごい貴重ですね、こう優しくする方がなんて言うんですか、このやっぱね、好かれるいや怒るとなんかね嫌われやすいじゃないですか、だから怒るのって本当難しいなと思うのでね、来る先輩本当に貴重です、じゃ感謝してます私は、はい、そう意外と晴れてなくて、そう落ち着いてほしいですね、このまま。うん、仲良くなりたいなって人がいて、なんて声かけるんですか、難しい。え、お名前何ですかって言いますかね最初ですよね、最初はそうやって話しかけるかなラジオ着ぐるみの人と呼ばれました、あー、ほこにゃんね、ずっと来てくださってる方いらっしゃいてくれてますもんね、嬉しいです。ここにあんだよって教えてあげてくださいうん、軽く腫れてますね、軽く、うん、こんばんは、ビールと当たった、12時ですね、すごい、前ら辺の席の方が多いですかね、あ、すぐじゃあまたねお会いできるんですね、嬉しい。この前の声もねバッチリ見えてましたが、12日を楽しみにしてます、ありがとにゃー、知らず痛いです、2ヶ月ぶりの声もしてるゼリーの生誕祭ですけど、あ、18日かな、あー無事に帰られて、あ、楽しみにしてますね、お会いできるの嬉しい。このレムカードコンプできずコインがなくなりました、泣き、あー、大吾さんの、あー、
取り下ろしカードガチャですよね、今やってくださってる大富豪さんの。いや、ありがとうございます。あー、なんかで、いつまででしたっけ。もう、まあ、もうちょっとありましたよね。20何時まででしたっけ。まだね、日にちがあるから、よかったらコインが止まったらチャレンジしてみてください。出てほしい。横向き相手が出ていたくないんや。いいの。オペ開けてブルーするのが楽しくずっとやってます。やってくれてるんですね。リップロール嬉しい。滑舌がね、めちゃめちゃ良くなっちゃいますね。夜勤、あ、今夜も応援してます。寒いからね、気をつけてくださいね。セキュリティ行動するまでが、そう、できるだけ、そうなんですよ、もう数時間だの差でも早く抜いて、12日の公演少しでも痛くいなんですが、本調子できるようにと思って、めちゃめちゃ早い時間で予約して、そうなんですよ。だから始発とかで帰ってきました。それがね、ちゃんとその効果がちゃんと出てたらいいんですけど。あ、ジュナちゃん、明石家は今日早速、早いですね。ミモさん仕事が早い。嬉しい、ありがとうございます。あー、楽しみにしてますね。もう少しですもんね。そうなんですよ、そのミュージカルの練習も稽古がまだ分かんないんですけど、あると思うので、そう、それもあってね、早くね、そうなんですよ、痛みがなくなってほしい。最後16日追加、うん、ありがとうございます、嬉しいですね。もう少しですよ、楽しみです。怒られたい、怒られたいって言ってくださってね、その浮気じゃないですけど、他の子ね、行ったりされるかと思うので、あの演技でじゃ怒りますね。厳しく指導、でもなんか、でもやっぱ言うやっぱリーダーとかね、その待ち目せたちかさんとかがその言ってくれたりすることが多いんですけど、でもね、そのやっぱ頼ってるばっかりじゃダメだなって思うので、最近でも特にあれですかね、特に若い子も増えてこれ覚えてくれたりしてるので、怒るわけじゃないんですけど、そのしっかりこう振りを教えたりとか、こうした方がいいんじゃないっていうこととかは伝えたりしてますかね。GMS バージョンどうでしょうか、どうかな。確かに、来週、そうですね、楽しみ。1664日連続もありがとうございます。今日入られてたんですね。待って、12日 B 列の方多い。お、すごい、1列目ってことですもんね。今はでも A 列からでしたっけ、B 列からか、あれ。あやこにゃんって言ってくれますね、まどち。そう、 B 列からこっそり、こっそりじゃなくていいんですよ、もうがっつり。お願いします。横山カード3枚、おー、嬉しい、ありがとうございます。いやー、まあ貴重ですもんね、カードにしていただけて嬉しいですよね。なるってね、知らなかったからめっちゃ嬉しいです。寝言だけでも帰りに、あ、会いに行きますね。あ、気をつけて帰ってきてくださいね、無事を願ってます。おー、同じクレームのカード、あ、
マスロッチ嬉しい。口呼吸わかりました、頑張ります。こんばんは。そうですね、叱らないといけない立場大変。でもみんな結構いい、なんていう、反省会でいっぱい意見が出るのでいいですよね。作は作ってないです。はい、ごめん、全部頑張ってください、応援してます。私も行ってみたいです。じゃあちょっとまだ痛みはありますが、お歌を歌ってみようと思います。頑張ります。なんかだからちょっとあの激しめの曲はちょっと痛すぎるかなと思って、今日はちょっと落ち着いた曲で、そのリクエストいただいてた曲があったので、ちょっとなんかゆったりした系の曲を歌わせていただきます。はい、間に合った。あ、ありがとうございます。あ、今日は来てくれたんですね、嬉しい、ありがとうにゃん。わーい、今から音を歌わせていただくんですけど、親知らず今日の一つところでちょっと痛いのでね、ちょっと下手すぎたらすいません、頑張ります。イヤホンさせていただくんですけど、音がねうるさいので、さす音が、皆さん音量気をつけてください。そう、今朝抜いてきました。まだ痛みはありますが、そうですね、ちょっと口をあまり開けすぎない、きすぎずいきます。ほんまかな気持ちになってくれるといいな。優しいですね、無理しないようにします。嬉しい、ラ行ブブー。じゃあイヤホンさしまーす、こんばんは。作業ブブー。痛いですね、なんか血の味がします。はい。皆さん好きなお料理にしてください。服入れてますね、入れてますね。難しい曲ですよ、皆さん。いつでも優しい、本当ですか。あの今日のその抜いた後は痛すぎてちょっとイライラしてました。はい、必死でした。うん、あ、曲入りました、皆さん好きなお料理にしていただけたかな。どうですか、前髪が今短いです、とても。そう、人間だからね、しちゃいますよね。OK ですか、皆さん耐えるかな、ちょっと頑張って歌ってみます。じゃあいきますよ、聴いてください、どうぞ。大切な気持ちもやがて
風に流されたのは雲じゃなくて僕たちの方さ。時はいつだって優しくて恋のかけらたちの消しゴム青空のそばにいて君があの街にいても今の切なさを時々はほら思って青空のそばにいて新しい季節の真下で僕は空を見上げるんだ君が名前つけた雲が見える変わらない僕さ愛は限りない地平線二人どこまででも一緒さございました。青空のそばにいてでした。ありがとうございます。懐かしい懐かしい曲でした。リクエストもありがとうございました。ありがとうございます。歌いました。よかったです。ちょっとやっぱ痛みもありましたがなんとか。歌いました。フルチッパーさんの曲も可愛いですよね。歌えないんですよ。でも歌えたらいいんですけど歌えないんですよ。はい、
ときめき宣伝部さんとかもねめちゃ可愛いですよね曲。歌いたいんですが歌えません。遊びで舞台のサリが上がるのめっちゃ好きですね。最後の私もアウトロの振りが好きです、特に。ねえパーティー公演懐かしい、またやりたいな。仲間の歌もうなかった気がするけど、仲間の歌もうなかった気がしますね。もう一回見てみますね。ありがとうございます。ねえまたやりたいですね。同期とかでもねあげてたらできたらいいのにな。ねなかったですよね、私もなかった印象です。大にゃんこです、痛み止めを飲みます後で。ありがとうございました、皆さん聞いてくださって嬉しいです。ねないの嫌ですね。はい、今日はインスタライブさんと配信と両方ともありがとうございました。よかったです、おいしいの抜いたので足りないかなと思ったんですけど、なんとか、はい、よかったです。歌いました、前髪が短い。明日も夜に配信させていただく予定ですね。はい、飲みます。に間に合った、あ、本当ですか、聞いていただけました、よかった。あと皆さん、はい、今またね、そごじ先着販売は東京握手会図書図会の今行われてるんですけど、の3月の23、24の分、わかりめさんかなが、そう、次の締め切りが早く3月15日までになってるんですけど、12時正午の3月23日の5部の握手会ですかね、ありがたいことに枚数がそう少なくなってきて、そういるということで本当にありがとうございます、嬉しいです。ぜひ握手もまだあるので、わかりますさんですがお待ちしております。という方も多いのかな、多いかもしれませんが、よかったら待ってますので、一緒に楽しい時間過ごしてください。待ってるよ。痛いですね、痛いです、やっぱり。じゃあ最後は発動させてください。あれと今日なんか何の日って聞いた気がするけど、何の日だか忘れちゃった。ゆっくり休みます。あ、ね、あ、いっぱいありますね。バクの日でも、バクの日難しいな。じゃあ、あれとあれにしようかな。はい、そうだ、いろんな日ですね今日は。たく難しいにゃんこ。じゃあ、いきます。よこにゃん、ビーム、バーからの痛いの痛い。飛んでけー、飛んでけー。からのー、皆さんいつもサンキュー、ありがとうございます、いつも皆さんありがとう、サンキュー。サンキューって言うとなんか軽く感じますね、ありがとうの。なんかわかんないけど、サンキューってなんか軽くないですか。固まりました。嘘、悲しい。サンキューで固まりました。
その仕事、うん、応援してます、応援してます、ありがとうにゃん、ありがとうにゃんがしっくりきますねありがとうにゃん、ありがとうにゃんこ、はい、ということでこの後はミュージカルの練習を頑張ってきます。本当に本当に結構やばいのではい、頑張ってきます、やばいにゃんこ、頑張って練習してきまーすでは皆さんまた明日配信させていただくので、よかったら見に来てください。またね、痛み止め飲もう、ありがとうございました。シャチホコからのおやすみ、こにゃん、夢でも会えますように。皆さんもゆっくり休んでね、ありがとうございました。またね、早く寝ます